はい、こんにちは、レトルトと申します。ジャッジアイズ実況プレイ始めていきたいと思います。前回はサナちゃんとついに恋人関係になることができまして、もうね、なんか何のゲームやってんだってぐらいギャルゲーやってんのかなみたいな感じになってましたが、久々にね、ストーリーをがっつり進める回をやろうかなと思います。右上にメインストーリー、カイトウさんの仕事ぶりを確認する、カイトウさんのなんか同級生のなんだっけ、あのボディーガードをやってくれっていうイベントだね。頑張ってるか。ボッコボコにしてんな。クソみてえな因縁つけてきやがって。とっとと失せな。弱そうだな足もつれすぎだろ。カイトウさん、用心棒の仕事しっかりやってるみたいだな。どうした、なんすかあれ、ヤクザ多分そうだろう。あの不動産屋は黒い噂もあるし、ヤクザがいてもおかしくねえ。なんだっけ、足立エステートっていうのが、カイトさんの幼馴染、同級生の、やってる不動産屋なんだけど、やっぱなんかおかしいんだな、きっと。黒い噂っすか。まあ、あくまで噂だが、脅迫まがいの交渉で土地を強引に買い取ってるとか。無視できない噂だな。カイトさんは同級生信じてんだろうな。お、ターボじゃねえか。どうしたんだ？走って逃げていくな。なんだあいつら。カイトさん、足立さんとの仕事はどう？特にトラブってない？特にトラブルなんてねえけど。なんだよターボ。俺がトラブル起こすとでも？いや、そういうわけじゃないんだが、ちょっと気になる噂を聞いて。カイト！あいつ。今日の仕事は終わりだ。飲みに行こうぜ。おや、八神さん、来ていたのですね。どうも。じゃ、カイト行くか。いつものテンダーでいいよな。だがその前に飯行かせてくれ。腹が減っちまった。さっき聞いた黒い噂、ちょっと心配だな。一応調べておくか。町の雑多な情報が集まりそうな場所で聞き込みすれば何かわかるかも。溜まり場について、これ。あー、なるほど。溜まり場。たまり場どこ行けばいいんだ？普通にバーテンダーに先回りしてついていけばいいのかな？情報を書かれてない。バーテンダー、バーテンダーってどこだっけ？バーテンダー。ここだ。とりあえずバーテンダー行ってみましょうか。まあ、これ多分実はなんか、やらかしてるというか、そのお店きっと、その不動産屋きっとなんか、そんないい不動産屋ではないんだろうな。な、悲しいね、なんか。それぞれ頑張ってると思いきや、同級生実は悪さしてたみたいなさ。ここ行けばいいわけではないのか？あ、でもここっぽいな。なあ。マスター、最近カイトさんがよくここに来てない？おう。ああ、友達らしき人とよく二人で来てるよ。その友達、カイトさんの昔馴染みらしくって、足立って名前の不動産屋なんだ。会社名は確か、足立エステート。お、足立エステートだって？ターボー、それは間違いないか。ああ、間違いないよ。マスター何か知ってるの？悪評はよく聞くよ。ヤクザ顔負けの強引な土地買収やらでトラブル続きらしいぞ。え？カイトさん悲しむな、これ。マリネいつもそこいんな。おう。ああ、脅しやら嫌がらせやら、ひでえ手口で土地を買収しまくってるって聞いたぞ。うちにも強引な営業が来たことがある。ヤクザみたいなチンピラだったな。そうなのか。ここに来たことがあるってことは、これもう悪い噂が確定ってことじゃん。ターボー。カイトウさんはそんなやつとくつんでんのか。大丈夫なの？どうだろう。ちょっとカイトウさんとも話してみるよ。カイトウさん信じないんじゃない？これ。大丈夫か？もしもし。カイトウさん？今どこ？足立んところだが何か用か。ああ、ちょっと話したいことがあるんだ。今からそっちに向かうよ。わかった。よくわからねえが待ってるよ。足立もいるってこと？いやー、これは伝えにくいね。足立エステートの場所は？ここ、天海寺通りな。あそこの、チンピラ追い払ってた場所に、の前が足立エステートってことなのか。天海寺通りの。いや、悲しい。めちゃくちゃぶつかってんな。めちゃくちゃぶつかってる。あー、いる。カイトさん、やめた方がいいよ、そこ。引き上げよう。
ああ、もう話してなんだ。足立さんのことでちょっとね。足立さんはどこ？あいつは出張ってるよ。館内で会食とか言ってたな。足立もいた方がいいか？いや、いない方が好都合かな。おう、どういうことだ。足立さんのことで気になる話を聞いたもんだから、海藤さんの耳にでも入れておこうと思ったんだ。ん？気になる話？裏が取れたわけじゃないんだけどさ、足立さんの会社、悪質なやり口で有名らしいよ。ヤクザ顔負けのやり口で知られてるんだってさ。一応気をつけておいた方がいいんじゃない？ダーボー、お前まさかそれでわざわざ忠告に来たのか。まあそんなところだよ。海藤さんの耳にも入れておいた方がいいと思ってね。だったら必要ねえよ。あいつのことはよくわかってるつもりだ。世間の連中が何と言おうが判断するのは俺だ。違うか？まあそうだけどさ、これ多分学生時代の話でしょ。そっから10年以上経ってるわけで、10年経てばやっぱ人間って変わっちゃうからね。こっちのことは俺に任せて、お前はお前の仕事をしてりゃいい。そうか、余計なおせっかいだったかな。おう、ああ、心配無用だよ。それじゃあな。海藤さんの気持ちもわかるが、やっぱ心配だよな。足立さんは館内で会食してるみたいだけど、もうちょっと調べてみるか。館内ってあれだな、フレンドイベントあるのに起きない場所だったよな、確か。確か、ホストがいる場所で、焼肉屋だったよね。さて、着きました。あっ！ガタやばい。くそ、今日もダメだったか。そもそも店が客を選ぶってどういうことだよ。店が客を選ぶ。ガタイがすごいな。なんだあいつ。店が客を選ぶってどういうことだ。どっかにいんの？いた。相手の男、肩着の人間には見えないな。気づかれないのに近づいて話を聞いてみるか。バレないよって言われてもな。あ、なるほど。ここで登場だな。ここで登場するんじゃない？プラム様。こういう時はプラム様に頼むしかないからね。これで OK でしょう。絶対にバレるけどね、これ。絶対にバレるんだけど。やべえやついるな、みたいな。はははコミケ帰りかみたいな。まあ、そらそんな顔もするよな。お、なんか。バレてない、バレてないって顔してる。あの土地だけは何があっても手に入れたい。牛股組の奴らには渡すんじゃねえぞ。ええ、そのための回答です。うわー、利用してる！回答は強力な手駒です。あいつが俺たちに加われば連中も歯が立たないでしょう。問題は、あの頑固な地主が素直に買い取らせてくれるかってことだが、絶対バレるだろ。それについてなら俺に考えがあります。これを見てください。誰だよ、めっちゃ可愛いじゃねえか。大学生になったばかりの地主の娘さんです。うわー、これは良くないよ。一人暮らししてるらしくて、住所もバッチリ押さえています。お前まさか。欲望を持て余した部下に襲わせて、写真の一枚でも撮れば有効な交渉のカードになる。このご時世です。ネットにアップすると脅せば地主もおとなしくなるでしょう。はあ、さすが足立だ。ヤクザも顔負けだぜ。ヤクザも引いてんじゃねえか。おっと、そろそろ約束の時間ですね。カイトのやつが来るんで失礼します。おう、今日の仕事で今後は決まる。うまくやってくれよ。足立ってやつ真っ黒じゃないか。海藤さん騙されてんじゃないのか。海藤さん、これから館内に来るようだし、あ、待って、話をしてみるか。これは海藤さんを止めなきゃね。お、館内の前で待ってるってことか。なあ海藤さん、ちょっと時間はいいか。ああ、もう今度はなんだよ。海藤、ちょ、待たせたか。おや、八神さん、さっきも言いましたよ。ちょうどいい。役者も揃ったことだし、はっきりさせようじゃないか。ターボはどういうつもりだ。海藤さん、例の足立の悪い噂、やっぱりただの噂じゃなかったみたいだよ。お前また足立のこと探ってたのかよ。必要ねえって言っただろ。そりゃあんたが足立を信じてるからだろ。
だけどこの男はあんたが思うようなやつじゃない。八神さん、何を言ってるんですか？とぼけても無駄だ。館内での会話は聞かせてもらったからな。あんた、お目当ての土地を手に入れるために地主の娘さんを襲わせるつもりだな。ボイスレコーダーとかでさ、証拠取っててよかったんじゃないの？そこで撮影した写真を脅迫に使う。さっきそう話してたよな。うわっ、何のことです？勘違いでは？いや、俺ははっきりとこの耳で聞いたぞ。カイトさんのことも利用するつもりなんだろ。どっちを信じるんだ？新しい相棒がこっちだぞ。やれやれ、困ったな。八神さんに誤解されちまったみたいだ。だがカイト、お前は俺のことよく知ってるはずだ。俺がそんなひどいやつだと思うか？相棒、カイト、俺を信じられるならついてきてほしい。相棒じゃねえよ。 おい、カイトさん。ああ、一度乗りかかった船だ。最後まで付き合うぜ。え、カイトさん。ああ、もう悪いが、お前は口を出さないでくれ。こいつは俺の問題なんだ。ん、俺の問題？カイト、話は済んだか？行くぞ。おう。ああ、カイトさん、そいつはあんたを利用するつもりだ。ついて行っちゃダメだ。ターボ、聞こえなかったか？口を出すなと言って。これ戦いになるんじゃないの？いいや、事実を知った以上、放っておくわけにはいかないね。あのな、お前のお守りは必要ねえんだ。カイトさん、力ずくでも止めるって顔だな。ああ、殴ってでもな。マジか。やめておけ。お前は喧嘩で一度でも俺に勝ったことがあるか？カイトさんね、今までの俺とは違うんですよ。金の力と神の力が俺備わってるんですよ。確かに昔の俺ならかなわなかったかもしれない。だが今の俺ならあんたにも負けないと思うけど。オッケーなぁ。面白え、いいようになったじゃねえか。だがこれ以上邪魔するってんなら殴ってでも通させてもらうぞ。つわぁ、ここの対決か。望むところだよ。それであんたの目が覚めるならな。手加減はしねえ。本気でいくぞターボ。やばいよこれ。まあ、とりあえずまずはマットに戦ってみよう。うわー、コントローラーの残量もない。うい、灼熱キャックで技は使わない。まだ技は使わない。うやー、痛えよ。ヒットポイントのゲージは2ゲージあるな。きっと致命傷を負わせてくるようになると思うんだよね。致命傷はあるかな。うい、うい、ギャ、うい。致命傷ないんだったら必殺技使っていくのがめっちゃ見えないとこで戦ってんな。うい、致命傷ないのかな。これ致命傷ないかもしんないな。じゃあやるしかねえな。これはね、必殺技で決めるしかないですね。これはこの爆発がかっこいいんだよな。いけー。これがおい、どうしたおら、からの、やっぱ強いな。やっぱ致命傷を負わすような戦いはやっぱカイトさんしてこないってことだな。さすがに本気じゃないのかもしれない。腕を上げたじゃねえかターボ。散々殴られて少しは目が覚めたか。バカ言え、殴られるまでもね、目なら最初から覚めてる。あ、気づいてるってこと？カイトさん、まだわかんねえのか。いい加減にしろよ。俺がこんだけ言ってんだ、なんでわかってくれねえんだよ。わかってんじゃない？あんたとやりたくねえ喧嘩までして。ターボ、おい、カイト、その辺にしとけ。用心棒の仕事に支障が出る。あだち、悪いな。どうもこのまま行くのは筋が通らねえようだ。何？このわからず屋の所長さんは、どうしても俺を行かせたくないらしい。俺を連れて行きたいってなら、今ここで、お前自身の潔白を証明してもらわなきゃならねえ。気づいてはないのかな？信じたいのかもしんない。潔白だと？カイト、何を言い出すんだ？俺を信じられるなら、そんなもん必要ないじゃねえか。いや、
そうでもねえさ。俺自身、お前の言ってることや、やってることに、腑に落ちないことが多いと感じてたんだ。なんだと？何度も飲んでりゃ気づきもするさ。お前の後ろ暗い部分にもな。ターボーにも教えられるまでもね、足立は変わっちまったのかって思ってたんだ。え？カイドウさん、あんた、足立のことを疑ってたのか？だったらなぜ？この目で確かめるつもりだったんだよ。足立が本当に変わっちまったのか、どうかをな。だから用心門の仕事も引き受けた。近くで見てりゃわかるはずだからな。それでこいつが間違いでも犯しそうになったら、ぶん殴ってでも止めてやるつもりでもいた。そうすりゃ目が覚める、そう思ってたんだが。なんだよ、話してくれりゃよかったのに。だから言ったろ、これは俺の問題だって。たく、それなのに首突っ込んできやがってよ。おう。で、足立、どうなんだ？ターボーの聞いた話が間違いだって納得のいく説明はできんのか？これ開き直るでしょう。そうかい、そうかい。お友達ってのはありがたいね。俺のことを更生させたいってわけかい。泣けるね。おい、足立。カイト！てめえのそういうおせっかいのところ、昔から尺に触るんだよ。バカなお前は俺の手足となって動きゃいいんだ。ん？お前ら仕事だ。勝てるわけないでしょ。俺の計画を知られた以上、あんたらを放っておくわけにはいかねえんだよ。ナイフ持ってる。ガイドさん、さてどうするよ。畜生、俺の見込み違いだったか。ガイドさん、落ち込んでる場合じゃないでしょ。けじめつけるなら俺も付き合うけど。すまねえが、付き合ってくれや。やっぱこの二人はね、相棒じゃなきゃやだな。カイト！顔！ははは、いっちまってるな、顔。俺たちのコンビは解散だ。そして、お前らコンビもここでおしまいだ。しつこいね。すげえ、なんかボクサーみたいな。うい。とりあえず、周りからだな。あ、そうだそうだ、カイトさんと、これをやった後に、これ出たー。これ解放。すげえ、いいね。これ解放した後とかにこれやると、はい。あとどうだろうな、海藤さんの近くとかで何かやれば出るかな。もう一回やって、あ、出た出た出た、なんか出た。おおおお、かっこいい。ちゃんと調べておきましたよ、二人の2プラトンを。おおマジでかっけえな。やっぱ海藤さんもいいな。星野くんもいいけど。なあ海藤、考え直してくれ。あと少しででかい金が手に入るんだ。お前にも報酬はやる。それに俺たち友達だろ、相棒だよな。おーい、ぐえ、足立、うせえな。今のお前をこれ以上見たくねえ。カイト。こいつら諦めるかな。カイトさん、よかったのか。いいんだ、今回のことであいつも少しは反省しただろう。それに相棒なら間に合ってるしな。ん？え、間に合ってるって。ああ、もう結局お前には世話になっちまったな。助かったぜ。ま、これからもよろしく頼むわ。カイトさん。おー、これやっとく。バカ言え、誰がお前なんかとやるか。ま、俺たちには似合わないか。やれやれ、暴れ回ったら眠くなっちまった。俺は帰って一眠りするわ。カイトさん、こっちこそこれからもよろしく。いいなあ、本当にいいね、マジで。前回はなんか愛情をたっぷりやりましたけど、今回は友情を しっかりやった感じでいいですね。どうしよう、これアップのカイトさんだったら。あ、イケメン、
杉浦だけど。久々。梶平の件調べたよ。すぐ会えるかな。恋女房って釣り堀屋はわかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか。カジノあるとこね。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。LINE のビデオ2は流行ってんのかな、この世界では。一回もしたことないぐらい、やったことないけど流行ってんのかもしんないな。よし、じゃあどんどんストーリーを進めていきましょう。ちょっと近々ドローンとかもやりたいなっていう感じはあるんだけど、うん、まあストーリーね、そう、サイドケースとかものすごく多いからなかなかやれてなかったんだけど、まあストーリーをちょっと今回のパートは進めていきましょう。釣り堀やってる。ウェーイ。じゃあ思ったより早かったんじゃない？矢神さん、そこじゃないでしょ。そっちは梶平と大臣の件何か出た？なんか他に言うことないの？これ、この現象、ま、この状況。噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣はね、なんとあの創薬センターのことで密会してたんだよ。お、何？密会。俺が釣り堀の中にいることはソースルーだったね。何年か前から梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。うん。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ。広い土地、創薬センターか。おう。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけ。ほう。梶平グループは厚生省の土地を当て込んででかい再開発計画を進めてたって。え、あそこをものにしようってこと？そんなこと不可能でしょ。だから梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。無理じゃん。でもそんな話、大臣一人説得して済む話か？それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったんだ。でかくするんじゃなかったの？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ほう。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。ああ、まあもともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、薬は成果ないんだな。一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔も潰れるんじゃねえ？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣に取り入って、もう大体話をつけてたみたい。そこはもう潰れそうなのか。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わあ。つまり大臣の口利きで再開発の号が出れば梶平グループはボロ儲けって話か。あそこのセンターの周りになんかすごいイオンとかねすごいショッピングセンターとか建てたりしたら、そこの周りの土地もめちゃくちゃ上がるからめっちゃ儲かりますせみたいな。だからあそこの創薬センターを潰させたいわけだよね。ってことはどういうことになるんだ？わかりやすい汚職だな。うん。でもさ、あら、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。戻されちゃった。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ。あれ、ないんか？アドデック9の論文発表、うん、できちゃったんだ。この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。なるほど。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え。周りの土地を買ったのに。梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん。再開発に備えてた投資分もろもろ
かなりの金を回収できなくなったんじゃない？なるほどね。アドデックナインのことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ。1年も前に。もうリークされてるんだ。アドテック9の裏でささやかれる。決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いたハットリって記者、めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？めっちゃ嫌なやつだな。今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え？じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。やだ。うん、まあそうなっちゃうか。神室町と創薬センターの間で梶平グループのでかい金が消えてた。そのごたごたが京麗会や新谷の殺された理由か。なるほどね。消されてたんだな。なるほど、これで繋がりましたね。いや、うまくいってたっぽいのにって思ってたのに、あの創薬センターにうまくいってたじゃんって思ってたけど、今の話はもう断ち消えてたってことなんだな。源田法律事務所行って今回のパートは終わりますか。なんかちょっとずつなんか政治とか、まあ、いろんなものの関係みたいなのが分かってきたね。お、真冬さん来てる。矢上さん、服部は？もう結構前に帰りましたけど。ちゃんと追い出してくれたんだな。本当に星野くんが追っ払ったのか。というよりは沙織さんの沈黙に耐えられなかったみたいで。やる。なるほど、そりゃきついな。あの、それより。ん？真冬ちゃん来てる。真冬？新谷先生のお悔やみを言いに来たの。そっか。そのためだけじゃないでしょ。矢上さんに直接伝えたら。うん。何？もう彼女いるんだけど。もう彼女いるんですけどね。まあ、二股、三股、四股できるらしいんだけど。この子はどう思ってんだろうな、矢上くんのこと。あの、あら。源田先生は今日お休みされてます。まあ、やっぱり新谷先生のことが答えてるそうで。まあ、この年にね、弟子が死んじゃうって悲しいよな。先に行かれちゃうわけだもんな。真冬と話してください。はい、すいません。俺になんかあんのか？うん、あのね、泉田健二が矢上くんの逮捕に動いてるみたい。それを言いに来たのか。新谷先生の件で。ああ、そういえば黒岩ってデカも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているの？なんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど、矢上くん。やってないよね。やってるか。俺が？新谷を？うん。やってないよ。よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ、検事なんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は？何か証拠でもあんのか？どうかな。なんか私ハブにされてるから。ただ森田検事生まで矢上くんを疑ってるみたい。嫌われてんだな俺。さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど、まあ矢上くんがやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して。私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね、源田先生にもよろしく。あ、いいなこの感じ。じゃあねって仲いい感じだな。まあ自分のところからね出てきたわけだからね、その死体がね。杉浦さんの方どうでした？何か収穫は？ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。
梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデック9の発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた？だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど。会いたくない時はしつこく付きまとってくるのに。本当だよ。本当あいつとは相性が悪いよ。お、海藤さん。違う。もしもし。八神さん、杉浦。ねえ、今源田事務所から女の人が出てったよね。え、危ないの真冬ちゃん。ああ、真冬のことか。名前はわかんない。でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ八神さん。僕一人じゃどうにもなんないからね。まあ、めっちゃ強いけどな、あいつも。星野くんもついていった方がいいんじゃない？これ真冬ちゃんが大ピンチっていうことだな。八神さん、まだ。え？今どこどこ？ちょっと待って、あんま。出たばっかりだよ。こっちだ、こっち。真冬は。今んとこまだ無事。でもやっぱ間違いないよ。真冬さん、ヤクザにつけられてる。八神さんも急いで。今、劇場前の広場を通り過ぎるとこ。こっちだよね。よし、合ってる合ってる。真冬ちゃんを追えばいいのかな。あ、こいつらにつけられてんだ。うわっ。つけてるというかさ、電話してる。あー、もしもし、八神さん。真冬さんは今劇場通りを左に折れたとこ。ああ、分かった。なんか彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。ヤクザがケンジを狙うってどこの組だ？教令会じゃない？まだ分かんないけど、とにかく八神さんも急いでね。なんであの子が追われんだろうな。あの子そんなに今回の事件と関わってるように見えないんだけどね。うわっ、待てこら。ちょっと待てよお前。やっぱ教令会だ。今急いでんだ。関西弁だもんな。この先は通行止め。ケンジのお姉ちゃんはわしらが先約やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りが引っ込んでる。謎の襲撃者、絶対教令会だろ。でも一応この武器を持って戦うか。ほら、武器めっちゃ強いからね、やっぱこれ。ほら、柳沢、柳、あ、待って待って、ライフ、ライフがあんまりない。ちょっと危な。こんなに食らってたのか。こんな時にもね、こんな時のためにコンビニのおにぎりとか焼きそばとかを買いまくっておいたので、よかったな。これで OK。 ほい、柳沢、ほい、よし。で、アイテム拾って、ほい。いざとなったらね、あの技があるんですけど、まあ、あの技はね、ストーリー中は極力使わないように。極力ですけどね。ピンチだったらすぐ使うけど。お前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。なんで狙ってんだろう。まだまだ終わったらんでいい。よう。おー、ナイス！相棒！海藤さん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。百人力。何やと？ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんが？こいつらの仲間に？とにかく、あとよろしく。任せたよ。
真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あ、うどり。いやーいいね、仲間っていいね。ね、今回のジャッジャーズ仲間めっちゃいるもんな。5人ぐらい、4人、全部で4人いるわけですからね。レトルトさーん。